はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。もうすぐ3時ですね。日経平均878円、高でございますね。ドル円は 118.822 です。はい。ニューヨークダウ昨日は518円高ですね。ビットコイン488万、この辺あんまり変わりませんね。ニューヨークダウちゃうわ。原油 96.75 で、これもなんか今日はこれで止まってますけど、まあこれからなんでしょうね、動くとしたら。もうすごいのはウォンですよ、今日は。1214まで上げてますよ。ほぼ一本上昇ですね。ほぼ一本上昇。なんでやろうっていう感じがしますけど。さて、時事 .com でございまして、これはですね、今日の13時32分といいますか、今から約2時間ぐらい前ですね、に来ました。ロシアデフォルト懸念強まる、国債利回り確認されずというあれですね、タイトルの記事でございまして、ロンドン時事、ロシア国債のデフォルト債務不履行の懸念が一段と強まっていると。16日に利払い期日を迎えたロシアのドル建て国債について、ロイター通信は目安となるロンドン市場での営業時間終了までに支払いが確認されなかったと報じた。という感じですね。30日間の猶予期間に入るが、1998年の通貨危機以来のデフォルトの瀬戸際に立たされていると。1998年に、ロシアはですね、デフォルトに、まあ、なったんですかね、あれは。ものすごいハイパーインフレになりました。当時、エリツィン政権でしたかね。で、だからロシアの人がものすごい困ったと。そのね、24年前ですからね、そんなにその、なんていうか、僕のような年齢の人間とって、そんなに昔でもないんですよ。もう大人でしたからね。私は36ぐらいの時で、まあまあ、忙しかったからですね、36はもう結婚してたかな。もうまだ子供が小さくてね、もう毎日毎日がもう、こう、わーっと過ぎていく日々でしたね。だから、ああ、ロシア大変な、ふーんと書いてみてましたけど、もうそれどころちゃうんですよ、その子供が小さかったりすると。いやいや、もう大変でしたよ。で、その頃にロシアにですね、物を送るなんていう、こう、プロジェクトがあったりしましたね。まあ懐かしいんですけども、あの時ハイパーインフレを経験したロシア人はですね、まだこれかっつって、だから今物を買いまくってるらしいですね。もうだからあらかたなんていうか、ロシアの商品は棚が空になったんちゃうかなと。なぜルーブルがどこまで安くなるか分かりませんからね。なんかルーブルとドルのですね、相場ってもう今止まってるような状態でしょ。まともに形成されていないですね。はい、もうちょっといきましょうか。利払い期日を迎えたのは日本のドル建て、国債、利息約1億1700万ドル、過去約140億円。これ別にこれ自体は大したことないんですよ。140億円というのは一つの国家ですからね、ロシアも。GDP 世界第11位の国です。140億円のドル、要は1億1700万ドルのドルがないわけがないんですけども、払わへんって言ってるわけですね。ルーブルやったら払うでって言ってるわけですね。誰がルーブル受け取んで、ほんまに。欧米の制裁でドルなどの外貨準備が凍結される中、利払いができるかどうかが注目されていた。ロシアのシルアーノフ財務相は16日の国営テレビ局インタビューで、我々は支払いを指示した、ボールは米国がやると。勝手なこと言ってますね。ボールは米国がやる、お前らやろ、お前らが払うとあれだけの話やんと。そういうことなんですよ。君らが払えば全てはですね、丸く収まる、のにですね、ボールは米国側にあると言うてるのはなんかよくわかりませんね。と強調、支払い能力に問題はなく、取り次ぎの米金融機関による支払いを認めるかどうかの責任は米金融当局にあると主張した。なんかまたあれですね、ややこしいこと言うてごまかそうとしますね。
今後はロシアが30日間の猶予期間中にドル建てで利払いを行うかどうかが焦点となる。ただ月内に別の外貨建て国債の利払いがあるほか、4月上旬には元本の償還も控えており、必要な外貨を調達できるかは不透明だと。元本というのはもうちょっと大きくなりますが、多分1000億単位になるんでしょうね、いくらかよう分かりませんけども、元本の調達も控えていると。しかし格付け大手、ここからや、シルアノフ氏、これですね、ロシアのなんたら大臣ですね、財務省ですね、シルアノフ氏はこれまでに外貨の代わりに自国通貨ルーブルで支払う可能性も示唆している。しかし格付け大手フィッチ・レーティングスは、一方的に支払い通貨を変更した場合は余裕期間後にデフォルトと認定すると表明している。そりゃそうでしょう。ドル建てで借りた国債の利払いをですね、ルーブルでやる、しかもレートは自分らで決めるんだ、そんなあかんよ、そんな話がね通じたらえらいことですよ、ほんまに。なんで、記事はこれで終わってますけども、まあそのどっちみちこの支払い能力はあるんだけども、ロシアとしては払いたくないという、ルーブルやったら払ったんでというわけわからんことを言ってですね、支払いをしないんでしょうね。で、支払いをしなければデフォルトというふうに見なされます。デフォルトというふうに見なすかどうかは誰が決めるのかと言いますと、あれですね、格付け機関ですね、このフィッチとかですね、ムーディーズとかですね、そういうところがデフォルトって言うたらもうデフォルトなんですね。まあデフォルトというのは国家の破綻を意味します。なぜ国債ってのは借金の証文ですからね、それにいついつ返しますって書いてあるわけです、いついつ利払いしますって書いてあるわけですね。それができなかったということはもう支払い不能に陥ったというふうに見なされるわけです。この16日が最初でですね、ここにあります通り、来月の上旬には元本って利払いの元ですからね、多分1000億単位ですね、ドルで言えばですね10億ドル単位の元本償還、元を返すと。だから5年債であれば5年後の何月何日に返しますというふうに書いてあるわけですね。それができないとなると、まあデフォルトですね。でこれやってしまいますとですね、何がいけないって、もう次から国債っていうのは一切出せない、発行できないですね。いや発行できますよ、買う人がおらへんだけで。この格付け期間がこれは BB とか AA とかあれつけられなくなるんですよ、 A プラスとかっていうの。そうなるとほぼ買う期間はありませんから、まあ発行できない。ちなみに日本なんてドル建てさえ発行していないはずですね、国債は全部円建てです。円に十分信用力があるからなんですね。なんでドル建てさえ発行していないんですけど、ロシアぐらいの国になりますと、ドル建てで発行した方がドルが集まるんで、とりあえずドルの払いができるから便利なということでですね、ドル建て債をですね発行したりもするわけですね。はははっていう感じですけど。かなりですね、これはやばいことになります。多分ロシア今でもねものすごいねインフレになってると思うんですけど、これからもっともっと苦しくなりますね。外国から物が入ってこなくなるわけであって、ただ外貨はね、まだドイツガス買うてますからね、原油も買うてますからね、外貨はねそこそこ入ってくるんですけども、みんなロシアに物を売らんようになって、スイフトも機能してませんからね。だからロシア人はこれからですねかなり苦しい日常生活が苦しくなるんちゃうかなと。工業製品がですね入ってこなくなるわけですね。かつて1917年に革命を起こって、18年にまあソビエトが成立するんですけど、その後ですね外国資本のものを全部国有化したんですね。まああれと同じことが起こるんちゃうかというふうに言われてるんですけども、その後ソ連ってねかなり貧しくなって、もう最後の最後は国が滅びるわけなんですけども、まあその同じ道をこう歩もうとしてるんちゃうんかというふうに書いてある記事もありますね。
いやまああの時と比べてね、ガスと天然ガスが、天然ガスと石油があるんでね、まだそこまでど貧乏になる必要なる可能性はないんですけども、それをうまく配分できるかどうかですね。あの戦争が続いている限りはですね、これは終わらないんではないかと思います。あのこの時事.com のページを貼っておきますので、よろしければ皆さん確認しに行ってください。はい、どうもありがとうございます。